皆さんこんにちは、ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。こちらさくらんぼって日本に約100種類以上あるのご存知だったでしょうか。今日はいっぱいある種類のさくらんぼの中でも美味しいさくらんぼの品種をご紹介していきます。この地域で約95年間ギフト用のフルーツを専門で扱われている店主の方に今日はご紹介いただきます。それではフルーツ屋さんに行きましょう。おすすめのさくらんぼはありますか？さくらんぼはもう少ししたら7月入ったら、僕の大好きな紅春宝っていうさくらんぼの、大粒が来ますので、3L とか 4L も来るかもわからないですね。非常に美味しいです。なんか普通の紅秋宝と何が違うんですか？いや、紅秋宝だったら全部美味しいと思いますけど、生産者で違うと思います。なんか佐藤錦が有名だと思ってたんですけど、いや、その次に紅秋宝の方が今はいいかなと思いますよ。ありがとうございます。はい、戻ってまいりました。ということで、おすすめの紅秋宝をいただいていきたいと思います。どのような違いがあるのか、日本で非常に有名な佐藤錦という品種と比較しながらお届けします。全然違いました。まず佐藤錦の方が甘酸っぱいです。甘さの中に酸味もあってすごく濃厚な味です。それに対して紅秋宝はめっちゃ甘い、酸味がほとんど感じられないぐらいとっても甘かったです。後味なんですけど、佐藤錦は結構すぐになくなって、紅秋宝は長いこと甘さが残っています。続いて食感なんですけど、佐藤錦はプニプニです。それに対してこの紅秋宝はシャインマスカットみたいにパリって感じで皮が弾けます。最後に保存期間なんですけど、佐藤錦は 2、3日、紅秋宝は 1、2週間と言われています。皮の分厚さが関係しているのかなとか思いつつ、このように味も保存期間も違うので、ぜひ皆さん一度紅秋宝を試してみてください。ちなみに一番美味しい紅秋宝は6月の下旬から出る露地栽培の大きいサイズの紅秋宝だそうです。さくらんぼはハウス栽培と露地栽培があるのですが、ハウスよりも露地の方が美味しいって言われており、小さいものより大きい方が味が濃厚で美味しいそうです。6月の下旬から7月の上旬ぐらいまで出回るそうなので、見つけましたらぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。さくらんぼを新鮮なまま保存する方法や、また農園に行って収穫されている様子などもこれから配信していきます。今回の動画が気に入っていただきましたら、チャンネル登録して見逃さないようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。